はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ふわっぴーと申します。今日もですね、フォールアウト4続きをやっていきたいと思います。前回はですね、ケイトの、中毒の治療ですねに向かったんですが、何度か、反感を買った関係か、未だにマックスにはなっておりません。まあ、裏もね、あんまりやれてないんで、中のお掃除とかですね、あと、あそこですね、イーグレットツアーマリーナのお掃除とかをやって、あの後終わりましたね。で、そうだな、思い出した。一応ちょっと見に行っておきますか。お掃除の時に見つけたのが、そんなに、騒ぐほどのものではないんですけど、せっかくなんで、またここも供給ラインつながないとですね。ノーマルっていうか、普通に遊ぶ分にはそこまで拠点をめちゃくちゃ作り込む必要っていうのは正直あまりないんですけどね。一つ、本当の拠点をしっかり作り込めばいいかなとは思うんですけどね。おばちゃんはまだいるんですけど、ここですね。これ見てなかったですね。フィリスのターミナル。したのはおばちゃんですね。孫を自分が殺してしまったんじゃないかって言ってましたけど、そのツアー日程というのは、まだ、この、川で、これ釣りツアーを開いてた戦前の記録ですね。では、パーソナルログを見ていきましょう。フィリス・デイリーは、下のおばちゃんですね。これはどっちの順番が正しいんだろうか。これは逆なんだろうね。ざっと見ていきましょう。サミュエルっていうのが孫ですね。また終わらせようとした。燃料補給所の向こうを見ようとして、鳩場にいたとき、水面をちらりと見た。するとあいつが映っていた。孫のサミュエルだ。自分の腕が孫を抱いていたんだ。ノイズが聞こえて、水に映った自分の目が赤く変わり、口を開けると雑音が聞こえる。雑音は叫び声に変わり、サミュエルの頭に銃を突きつけ引き金を引いた。まだ肺の中に水を感じる。だが奴らのプログラムは停止することを許さない。自分の体は勝手に浜辺に戻っていった。これはどうなんですかね。これの方が後かな。これは受水しようとしたのかな。ちょっと逆戻りで戻りますね。眠れない。また悪夢を見た。夜、見張り塔から畑を見張っている。雨が降っていてランタンの明かりが見える。トウモロコシ畑にいるレイダーたちに違いない。スコープで見ると、あの機械の男が見える。彼の手首をつかみ、無理やり連れていく。狙撃する。命中。機械の男は地面に倒れる。畑を走り抜けて彼の元へ行くと、トウモロコシと雨の匂いがする。だがそこへ到着すると、彼が血を流して地面に倒れている。機械はいない。塔の方を振り返ると、スコープでこっちを見ている自分の姿が見える。トウモロコシの中に飛び込むと銃声が聞こえ、血とオイルの匂いがしてくる。地面にある銃に手を伸ばす。鉄が透けて見える手は自分の手ではなかった。雨と血とオイルの水たまりを見ると自分の姿が映る。自分の鉄の腕が自分の顔を切り裂いていく。この辺はもう悪夢じゃないかなと思うんですよね。ここを出ないと。数日前から一人になった。立ち去らないとみんなにとって危険だった。ウェスが悪夢を見ている自分を起こそうとしてくれた。鉄のラッドローチが爪の裏から肌を貫いて脳みそまで達する悪夢の時だ。事態を把握する前に彼の喉に銃を突きつけていた。引き金を引く前にみんなに体当たりをされた。お前のせいじゃないとみんなは言ったが、そいつは私の顔をつけていると言った時の表情を見たら、もう去るべきであることは明らかだった。ここには未練はないし、誰にも危害を加えたくない。どうなんだろうね。あたりがね、2042年からっていうのもちょっと気にはなるんですけど、もともとここに住んでたわけではなさそうなんですよね。以前、どうなのかな、その前ここ見ましたけど、ここにね、この辺りに集落そのものがあったのかな。かなりの時間が経ってるのは間違いないと思うんですけどね。
なここはでもそうなんじゃないのかなとは思ってるんですけど、まあ、トウモロコシ畑がどこなのとかっていう話になるとちょっとややこしいんですけど、ちょっとねあのおもちゃとかが子供を暗示させるような感じもありますし、ただここに何にもなかったのと別に村の跡とはちょっと言いづらいんですよね。どうなんだろうね。まあっていうのが見つかったのとですね、あとはねボルト95もですね、まあまた敵が湧くとちょっと行くの大変になるのでついで見ておきましょうかね。まああの事の顛末の話はまんまなんですけど、あのもう一つターミナルがあってちょっと見方が甘かったですね。なんかあったよなとは思ってたんですけど、あのまあことが起きてからのおそらく記録があったんだと思うんですけど、ケイトはもう少し一緒に行って多分鍵開けで好感度が上がってるっぽいので、まあ適当に冒険してたら鍵なんて開ける機会結構多いですしね、まあ、そのうちマックスになるんじゃないかなと思います。もうちょっとなんでね粘りましょうか。かなり、物は取って整理はしたんですけど、あまだあった瓶があった。はい、こっちかな。ボブルヘッドがあってレイダーたちがたむろしてたとこですね。こっちじゃねえな。こっちか。この奥に3人ぐらいレーダーがいたと思うんですが、こっちじゃねえか。こっちか。ここにいたよね。そうそう、この部屋だと思った。割と取ってない。これだ、これこれ。これを見てなかったんだ。で、この個人用ターミナルを見ていきましょう。ようこそ、ユーザー J. スコット。居住者のターミナル。ボルトテックのクソ野郎、助けてくれると言ったじゃないか。ボルトは安全じゃなかったのか。必要なのはリハビリだけじゃなかったのか。多くの人にとっては世界の終わりかもしれないが、我々にとっては魂の消失であり、新しい始まりだったのだ。私はやり直すチャンスだと感謝していた。全員がそうだ。我々のこの5年間は苦労の連続だったが、ここで過ごした時間が我々を家族に変えた。ここにいる者の命のためであれば誰もが喜んで力を貸していただろう。そして今はこれだ。おそらくこの倉庫が相手からなんですけどね、その5年間でみんなが協力して励まし合ってあのどうにか切ってきたのにっていう話ですよね。でログ2を見ていきましょう。はい、彼らは自分たちが何をやっていたのか分かっていた。我々を助ける素振りすらさえ見せなかった、まさかまた薬を見られるとは思っていなかった。なぜそう思ったのだろう。しかし我々は今ここで忌々しいデパートのウィンドウディスプレイを見るかのように、死ぬまで困らないぐらいの量の薬を目の前にしている。そう、そこにずっとあったのだ。中にはすぐに試す者もいた。持てるだけ持つと灰になるために姿を消した者もいた。喧嘩も起きていた。私は隠れた。誰かを助けるためにやれることは何もなかった、また銃声が聞こえる。ここで手に入れたものを失うわけにはいかない。まあ要するにそこで5年間で手に入れたものをこのスコットはまあ今の状態をどうにか保ちたいと思ってるんでしょうね。63、乗り越えたと思っていた。もう一度あれを目にしても自分なら勝てると信じていた。だが間違っていた。私は今精神力を根こそぎ奪い取られ自分の部屋に閉じ込められている。そうなんですよね。自分はまあそういうのじゃないですけど、あのお酒はそうでもないんですけどね、もともとそうでもなかった。タバコがね結構やめられなくて苦労したんですけどね、まあ何度かあるんですよね。やめるのすっごい苦手な人で、1回目は本当周りに八つ当たりしまくりながらこう半年ぐらいでようやくかな、やめてたんですけど、ふっと、お酒の席でちょっと一本もらったのきっかけに一日で戻りましたね。今はまたそれ以来、またかなり経って二度目の禁煙をしていますが、まあ今のとこね、順調にやれてますけどね、一年ぐらい経ったかな、っていう感じですね。始めた頃はまだタバコ吸ってたんだっけかな、だから。では、最後ですね。もうこれ以上耐えられない。シラフでいろいろ言うのが無理な話だ。あそこと同じようにここもめちゃくちゃだ。この状況をなんとかしないといけない。
もうプログラムなんてどうでもいい。もう知るか。本当だ。本当にどうでもいい。これから外に出て友達に会ってくる。まだ誰かいればいいが。ということで、スコットはおそらく、まあ無事に出られたとしたら、外に向かって出て行ったんでしょうね。バットがあるわ。ここはスコット君の部屋だったと。どんな人だったんだろうね。道に迷ったね。まあ本当、なんて言うんですかね。こういうことを平気で、なんて言うんですかね、実験と思って冷酷にやれるのが、まあボルトテックっていう感じのイメージですかね。だから今回まあ裏でやっちゃったんですけど、その中には例えば中学校にの地下にボルトを作って、まあそこでその子供を、どう言ったらいいですかね、戦後の支配者になるような形で英才教育したらどうなるかとかですね。で、子供しか行っちゃいけないようにして、一定の年齢になったら追い出すとかですね。そういうのを決めてる。あ、これ閉まってたんだな。もういいや、これ。ボルトもありましたね。なんだっけ、中華なんかの本があるから取り行ったんですけどね。そこもまあ話とか施設もちょっと面白いんですけど、まあ、あんまりね、全部追っかけてると、キリがないのでと思って、もう裏でやっちゃったんですけどね。まあ、もしよかったら、遊んでない方は、ぜひぜひ遊んでみてもらったらいいかなと思いますし、遊んだ方もぜひね、そうだよねっていう感じで遊んでもらえると嬉しいかなと思いますが、ちょっとね、ごめんなさい。気になったので寄りました。スコットっていう人でしたよね。なんか記録がありましたよね。メイヤーさん。ジェイ・スコット。なんかランダルっていう人っぽいんかなと思ったんですけど、そうでもなさそうだな。この中にはいない人だったか。そっかそっか。まあまあまあ、ちょっとね、なんかそれも気になったんで、ついで見に来ましたけど。よし、出ましょう。それでは、今日はどうしましょうかね。あんまり考えず始めちゃったんですけど。ちょっと気になっているのは、まあ、BOS はね、かなり進めたと思うんですけど、確かね、途中でほったり投げてるのが、レールロードで、ミニッツメンももうちょっとあると思うんだよね。ただ、どちらもケイトとは相性が悪いような気はするんだけど、結構大変で反感をまた買われそうなんですけどね。まあ、反感買われる分でっていうのはあまりない気がします。怒らせるような選択肢があって、例えば、人を殺すとかですね、そういうのはまずいですけど、一発で怒らせるようなものも、中にはありますね。ディーコンの前でレールロードの人を殺すとか、確か、一発アウトだった気がするけど、どうだろう。では、まずは、とりあえず、レールロード見に行ってみるかな。あ、レールロードって、横棒なんだね。私、サムネイルにレイルロードと書いてたような気がしますね。まあ、また、今後はレールロードで行きましょう。ドラムボーイが来ないな。あ、来た来た。ドラムボーイかな。ああ。彼女は理由を説明したけど、俺には分からなかった。へい。パムはなんかDIA 貯蔵庫だっけ？イメージが強いんだけど。なんだ？あ、そうそう、これなんかあるよねと思ってやめたんだ。デスデモナ。バンカーヒルと私たちの資産の重要性はあまり知られていない。知られないようにしておいて。ああ、まあバンカーヒルはおそらく強い結びつきありますよね、ここ。いや、ドク。デズが君を本部に送り込んだことが北側の信じられない。発見される確率が 52% 増加しました。そうなん、大変そうね。昨日、そうだね、そのプロトタイプを回収するために自分の首を危険にさらしたんだ。運命に任せるんだ。簡単に考えてここにいてはいけないと。ああ、なるほどね。能力の問題ではなくて突き止められるんじゃないかっていうことか。そうなの。どんな風に問題を起こすと思ってるんだ。ディーコンの保証は置いといて、君のことを知らない。だから君を信用できるかは話した上でだな。
なんだ今更。それは置いといて、本部に誰かが入る前にその分野で何年も経験を積むんだ。でも君は手順や方法について危険なほど何も知らない。飛び級したのは間違いないですよね。もう仲間の一員だから生かしておこうと思う。修繕が必要なら会いに来るといい。いちいちちょっと嫌味なんだよね。何度も世話になりそうだぜ。予想以上に面倒を見ることになりそうだな。君とグローリーがいればずっと給料をもらいながら働けるな。まあお互い前線に出ますからね。不足に備えよ。運営上の命令はこうだ。不足だな。ここで最も頭のいい一人なんだろう。それはどういう意味だ。知的装置は有限だよ。注意した方がいい。 52%、 それはかなり危険だ。ジャーマー、再び炎の中に放り込まれる気分は。あ、またなんかしろってこと。なんかどうも見つかりそうだからなんかやれよって言われてるんだね。要点言ってよ。仕事の詳細を知りたい。私たちもまだ分かっていない。どうなの。ドクターアマリが困難に直面している。あなたは以前に会ったことがあるわ。でも組織内で彼女が担っている重要な役割。会ったことねえよ。まだ言ってねえもん。人造人間たちはメモリー電へ行き、そこでドクターから新しい記憶をもらい出て。ああ、はい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 。でも新しい患者がそこを動けずにいる。脱出ルートが危険にさらされているため、他の方法を探しているわ。なるほど。別のルート。別のルートを見つければいい。インスティチュートや他の脅威がないルートを見つけるのは簡単じゃない。この場所からして一握りでもあれば十分ラッキーだ。グッドネイバーを脱出する他の方法は今のところうまくいっていない、うん、パム、レキシントンを通るルートはどう？スイッチボードはインスティチュートの活動の中心です。発見される可能性は中心地に近づくと飛躍的に上昇します。わかるように話してパム。スイッチボードの近くでは作戦行動はできないと言っているんだ、うん、第一世代が守っている元のルートを通らなければならない。ヤリントンと一緒。ドクターが正しいと思う。見てみろ、彼すら私に同意している。わかった、あなたのやり方でやる。ドクターアマリに別ルートを見つけるのは不可能だと伝えてちょうだい。あなたは最後の脱出のためにルートを確保して。責任は重大よ。やり遂げて。ああ、これはどっちにしてもメモリー電に行かなきゃいけなくなるね。分析中。はい。まあ要するにそのなんていうんですかね、あの人造人間で、まあそのインスティチュートに救われた後っていうのは一旦こう記憶を、まあ変な話、一旦リセットされて、で人間として生きていくっていう上で、しかもあのこの連邦からどうも脱出させてるらしくて、まあそのためにそのルートが存在すると。ただそのルートをインスティチュートに見つかってる可能性が高いよっていうことで、まあどうしたらいいだろうっていうので、まあ結局今の結論からいくと、まあ別のルートはないからお前が道を開けっていう話ですね。でその助けるための人造人間に会うためにメモリー殿に行きなさいって言われたわけですけど、でメモリー殿はあのメインルートもメインクエストも引っかかってますね。あのニック・バレンタインがおそらくもう待っていますけど、あのドクターアマリにそのケロクの記憶を追ってもらおうじゃないかっていう持ちかけをしようとしてますね今っていう状況です。ということはどちらにしてもこれはメインクエストを進めなきゃいけないと。なるほど、 OKOK。 じゃあミニッツ目もちょっと行ってみましょうか。確かタフィントンに置いてるはず。やたら人数増えてんなこれ。なんで7人もいるんだ。一応あの結構な数のあのコンパニオンやれる人をここにとりあえず突っ込んだんですけどね。ハンコックとかあのガービーとか、あディーコンは違うか。誰？ここなら焦ることなくできることだけやればいいわ。なんで勝手に来てんだよおめえ。それで知らない人がいる。知らない人がいるよ。え、なんで呼んでないよ僕。いやまあここはあのボートハウスなんですけど、こんな感じで作り直しました。初めてですかね。あダンスもここに。えどうしたダンス。任務を続ける準備はできたか。いやそうじゃねえけど、なんか今話したんじゃない。まだだ問題ない。
ダンスも何か話がありそうですね。有効度が上がってそう。まああの例の蚊がいっぱいいたとこですけどね、まあ、こんな感じでタレットを置いた上で川の上に居住区作ってます。で下にあのお水採取場を作って、で上をその居住地にしてる感じですか、ね、あんまり昔はねこういうのを作り替えてたんですけどね、穴塞いだりとかが結構めんどくさいんで、もう土台からそれでコンクリートをよく買うんですけどね、土台作りで結構使うのでコンクリート、それでここに作ってますね。まあまあ相変わらず豆腐みたいなハウスですけどね、まあ、こんな感じでやってます。あ違う違う、ガービーに話を聞こう。いたよね、連邦が1日生き延びましたな。はい、なんだ今度は。なんだ、救助を求める居住地があればまた知らせよう。ひとまず困ってる人がいたら手を差し伸べてほしい、うん、結構やったけどな。 俺たちの大義だ。ああ報告か。何か困りごとでも。いや何もない。いいと思う。そっか、ちょっと一旦一回キャッスル寄ってみてもいいですかね。それで吸ってなかったらちょっと中途半端ですけど、今20分か。まあメインクエスト進めましょうかね。それでもいいような気はする。あとはそうだね、もうそろそろ進めなきゃいけない頃か。あ違う違う、あれをやろう。前言ってましたね、あのちょっとまだ行ってないボルトがあるんですけどっていうので。このミニッツメンって理解できない。一体どうして仮想の農家や入植者をわざわざ無料で手助けなんかするんだろう。仲悪そうでしょ。やめよっか。よし、ごめん、思い出した。あ、じゃあこれ行こう。ここなんですよ、このボルト81。あの入り口まで行ってまだ何にもしてないですね、ここは。ちょうどここはね、細かいクエストが連発であるのと、あとまああの購入品であの高価な武器があるので。そうだね、あそう思うとちょっとごめんなさい、いろいろ言って申し訳ない。やろうと思えばね何でもやることいっぱいあるんですけど、サンクチュアリに戻ってお水だけ持っとくか。ちょっとケイトにお水持ってもらおう、うん、あのここはちょっと欲しい装備が結構ありますね。ここの装備は結構強かったはず。結構溜まってますね。18万か。もうこれ戻すも大変。本来ならいつまだこれもそのまんま、なんていうんですか、ごっそり持ってっちゃうんですけど、ちょっと待って、これさすがめんどくさいな。ちょっと数があるものでドバッと売りますか。6以上のもので、お金はね結構言って結構使うはずなので、元もねもうそんなにいらないのでこれぐらいでいいかな。ちょっと足りない気もするけど結構高いんですよね。ボルト81円も買います。すいませんね、あっち行ってこっち行ってするんですけど、これが一段落したらメインクエストやりましょうか。一気にまたエリアが広がるので。なんかでもそう思うとだんだん終わりに、終わり、まあ、終わりってほどじゃない、まだ半分もいってないですけどね、あの進んでるなって思うとなんか不思議なこう寂しさがありますね。この穴の中がボルト81です。もったい。人々に今でも家だと呼ばれているボルトは知ってる限りここだけだ。まあここはね、自分だけで住みたいと思うのはなんだか奇妙だね。まあ
周りの人も知っているボルトなんですよね、実は。まあ行ってみましょう。待って、しまった。OK、 開けごま。そこで待て、ボルト81セキュリティ。あ、しまったな、装備品また忘れちゃった。あー、まあしょうがないね。その壊れていないピップボーイはどこで手に入れたか知らないが、説明してもらえるかな。ボルト111だよ。ボルト111で手に入れた。ボルト111、聞いたことがないな。81には何の用だ。ただの旅行だよ。ただの旅行だ。ちょっと見て回ろうと思って。信じるとでも、しまったな、一回帰った時に魅力装備持ってくればよかった。エドワード、連邦からの旅行者です。いつものトレーダーではありません。はい、なるほど。入りたいのなら他の人と同じようにやってあげて。話をさせて。はい、悪かったわ。オフィサーエドワードは仕事をしたまでなのよ。警戒する必要があることは分かってもらえるはず。新しく来た人には交換条件を飲んでもらうことになってる。うん、助けてもらう代わりに助けてあげる。なるほど。私もボルト居住者なんだけどね。俺もボルト居住者だから仲間だろう。普通に入れてくれないか。すいません。あ、うまくいった。原監督官が来る前にボルト111出身。うまくいったわ、赤なの。友達じゃん。許可するわ。あ、いいね。本当はね、これフュージョンコアを3つちょうだいって言われるんですよね、まあ、今となってはいいですけど、見つけた頃はねフュージョンコアめちゃくちゃ貴重ですからね。高いですしね、売ってるのも、まあ、拾う数もねそんなにしょっちゅうは拾えないんですけど、まあ、今となってはねもう60個以上持ってますけどね。はい、ではあのボルト81監督官マコナマラと話す、あのクエスト開始ですね。行ってみましょう。まあ未だにこう連邦とは取引はするけど、あの罪はしないっていう場所なんですけどね。おいおい、グエン、仲間はもう何週間も働きっぱなしだ。休憩が必要だ。それはみんな同じ。カル、そんなこと分かってないとでも。できることをできるだけ頑張って。頼んでいることはそれだけ。ああ、何ができるか考えるよ。でもこんな風に続けるのは無理だって分かってるだろう。ごめんなさい、もうすぐ分かると思うけど、メンテナンスプロジェクトがいくつか進行中なの、うん、グウェン・マクナマラ監督官よ。ボルト81へようこそ。ボルト居住者の仲間に出会うのは初めて。そのボルト111はまだ稼働中なの？いや、稼働してない。墓場みたいになってます。今は墓場みたいになってる。生存者はほとんどいない。そんな、お気の毒に。ボルトだからね。ボルトで何があったの？ボルト81は特に何もないのか？ボルト81はまだ安定してる？何か異常があったことは？結構大きめのメンテナンスプロジェクトを進めてる以外は何も。珍しいですよね。今も200年続いててまともっていうね。維持してきたことを誇りに思ってるわ。維持というか、自給自足したいんだけど、おかしなことが起きてないボルトってね。あるのよ、すごいね。こんなに長い間うまく維持してるなんてすごいな。ありがとう、前監督官のおかげね。でもみんながそう思ってるわけじゃない。連邦に門戸を開いたことは間違いだったって思っている人たちもいる。でも穴の中でずっとは苦しいぞ。交流した方がいいよ。のはいいことだと思う。連邦も良くなってきてる。ねえ、外の人もいい人たちだよ。まだまだ長い道のりね。じゃあ仕事があるから。あの人たちも入れて大丈夫なんですか？許可するわ。セキュリティがいつも以上に気を配ってる。連邦であんなに長く過ごしたんだから、仲間はしっかり選んだはずよ。何か必要なものがあったらオフィスにいるから。割といい人そうなんですよね。エドワーズ。あ、はいはい。わざと言わなくてもいいじゃん。
今日新しい訪問者が一人来たのか。何も言わなくていいよ。だけど外に出てみたいもんだ。外への憧れはあるんですよね。くつろいでんね。よし、じゃあ行ってみますか。チェックされちゃった。医者が必要ならやってんね。にゃーん。どこに行くの、アッシュ。アッシュ、かわいい。あそこにいるあんたの連れはどうやら喧嘩をしたいようだ。まあ喧嘩が仕事だった人なんです。アッシュ出て行っちゃった。どんどん外まで行っちゃうのかな。商人が来たって聞いたけど行ってみればよかった。もういないや、にゃんちゃん。よし、まあまあ中見て回りますか。みんな結構ね、親切は親切なんですよ。でもじゃあ今日のパトロールが2倍になった原因はあんたの？なんだい。さあボルトの中に入っていきましょう。ケイトかっこいいな。来た来た。ちょっと、よう。本当に連邦から来たのかい？来たぜ、オースチン。そうだよ。ああ、そうだけど。やっぱり、もしよければボルトの周辺を案内するよ。お、案内してくれ。キャップで。いいぜ。無料でやれ。案内してくれ。案内してくれ、オースティン。ほら、キャップだ。やった。エリンに。懲りそうだな。喜ぶぞ。ついてきて。はい。今から考えておく。あ、よかった。珍しいな、ケイト。こういうのって払うとクソ怒るんだけど。まあ、一緒に見て回りましょう。オースティンですね。これが貯蔵庫、うん、コムズ一家が管理してる。エリンとは親友なんだ。エリンのお母さんとお父さんはよく喧嘩してるから、二人がいるときは行きたくない。でも何か必要なものがあるならあの人が持ってると思う。はい、そうなんだ。そうなのか、オースティン。教えてくれてありがとう。ほら、公益書ですね。いろいろ知ってるって言ったでしょ。次は監督官です。はい。いろいろ変なものを殺してきたんだね。レイダー、レイダーとも戦ったことあるでしょ。あ、レイダーはいっぱい殺したぞ。話さないの？ あるぜ。ああ、お返事はないんだ。監督官のオフィスはあそこにある。あ、はい。あそこは忙しいから邪魔されるのを嫌うんだ。そうだね、隣忙しいからな。でも優しい。監督官のことは好き。やっぱいい人そうですよね。そうなんだ。監督官か。取り仕切る人が必要だからな。うん。会う必要があるならあそこにいるから。次は食堂です。ありがとう。下に降りないと。食堂は下にあるから、みんなそこで食べるの。時々すっごく混むんだよ。サマーセットさんたちはいい人たちだよ。なんか社食とか思い出すね。まあ、あの公益所はね、あのコムズ一家というか夫婦が預かってるんですが、まあ仲が悪いですね。行こう行こう。こんにちは、オースティン。連邦からのお客さんを案内しているのね。そうです。ここはサンシャイン食堂。せっかく作ったものを残飯みたいにされるっておばあちゃんはいつも言ってる。サマーセットさん夫婦が経営してる。早い。すごく優しいよ。おばあちゃんは確か野菜作ってるんですよね。そうなんだ。いいね、美味しそう。お腹空いたらここに来るよ。おすすめだよ。パイを一切れ取っといてあげるわね、オースティン。次はホレーシオです。はい。優しいって言ったでしょ、うん、自分の髪の毛好き。僕は自分の髪の毛好き。櫛ですくのは嫌いだけどおばあちゃんにやれって言われる。子供の頃ってそうですよね。
散髪屋さんですね。オースティン、全くモールラットの巣みたいな髪の毛をして。ここはホレンシオがみんなの髪を切ってくれるところ。エリンのお母さんがいつもここに来てる。おばあちゃんはほとんど来ない。僕には切ってこいって言うくせに不公平だと思う。そうなの？私の髪もやってくるから。切ってくれるかい？もちろん、どんな髪型でもやってくれるよ。骸骨みたいな髪型にしてもらいたかったんだけど、おばあちゃんがダメだって。ロックだね。次はおばあちゃんです。おばあちゃんに会いに行こう、はい、おばあちゃんとこ行こう行こう。本当のおばあちゃんじゃないけど、両親は小さい時に死んじゃった。まあボルトもそんなにこう、なんですかね、隔離されてるから安全ってわけではないんでしょうね。まあこんな感じで野菜作ってるおばあちゃんですね。おばあちゃん。オースティン、何をしてるの？連邦の人の邪魔をしてるの？邪魔してないよ、助けてあげてるの、うん、そうだね。あれがおばあちゃん、世話をしてくれてるの。ドクターペンスキーって呼んでいいよ。ありがとう。弱いそうなふりしてるけど本当はそうじゃないんだ。そうなんだ。水栽培ラボを運営してる。食べ物はみんなそこで手に入れるんだ。いいね。そうなのか。そうなんだ。よく世話してもらってるんだな。思い出した時だけね。それか忙しくない時。まあまあ忙しいよ。笑っちゃって。ケイティ先生です。はーい。行こうか。こっち。早く。ボルトの反対側に行かないといけない。オッケー。どんな学校に行ってるか見せてあげる。学校なんて行かなくてよかったんでしょ。オースティンはこういかにもな感じのボルトの子らしくて好きですね。学校は行ったぞ、戦前だからな。おじさんは誰もいないね。これが学校、ケイティ先生が運営してる。ほとんど退屈なだけだけど、おばあちゃんがとにかく行けって。まあ、勉強はしときな。オースティン、そうだね、そうなんだね。子供たちがみんな教育を受けられてるみたいでよかった。そうなんだ。すごいよね。でも次は診療所。ダイヤモンドシティもそうですけどね。診療所を見せてあげる。ありがとう。ドクターフォーサイスとレイチェルもいいって言うと思う。でも医者は大事だよね。限り行かない。それかおばあちゃんに行けって言われない限り。なるほどね。すごい素直な子供らしさがいいですよね。よいしょ。ここか。これが診療所。はい。怪我をしたり病気になったらここに来ればいいよ。ありがとう。働いてる時には邪魔をするなってドクター・フォーサイスに言われてる。へへ、そっか。そうなんだ。助けが必要になったらここに来るよ。注射は苦手じゃなかったらいいけど、ここではよく注射してくるから。まあ世界、この世界はしょっちゅう注射だね。で言ったらエリン驚くだろうな。ピッて治るね。来て、こっち。エリンはこのオースティンの友達で、コムズ夫妻の娘ですね。エリンは信じてなかった。わしゃ珍獣か。この部屋だっけ？こっちが居住区か。忘れてるなぁ。ここはでもほんと普通にこう、稼働してるボルトっていう意味ではめちゃめちゃ貴重ですね。一番奥だっけ？こっちか。え？ほい、友達のエリンちゃん、寝てるで。エリン、見て！連邦の人たちだよ。今そんな時間か。お休みの時間なのかな。ああ、お父さんも寝てるわ。お母さんは散髪行ってましたね。あ、本当に連邦から来たの？お、連邦から来たおじさんだぞ。オースティンの親友かい？君がオースティンの親友？もうずっと友達なの。ボルトには他の子供はあんまりいないし。ツアーについてきてくれてありがとう。みんなに自慢できて本当に楽しかった。そうか、それならよかった。俺も助かったよ。久しぶりのボルト80ですっかり忘れた。猫を見ませんでしたか？見たよ。そうだね、出てったね。ボルトから出てったぜ。出て行ったと思う。ここに着いた時横を走っていくのを見たよ。ボルトを出てった。お願い連れ戻して。他に外まで行ってくれそう。
そうな人がいないの。そうだよな。いいぞ。探してみよう。ありがとう。名前はアシズ。とっても可愛い小さなグレーの子だよ。キティキティ。さっきいた猫ちゃんですね。よし。じゃあ、アッシュを、アッシュは、はい、灰色だからアッシュか。探しに来ますか。こういうのは、ケイト怒らないんだな。子供相手のはあんまり怒らないのか。授業始まってんじゃん。本当にここに着いたばかりなのね。連邦あれ本なかったっけ。たくさんの冒険をしてきたんでしょうね。あ、そうですね。目が覚めてる間はずっと。は目が覚めている間が冒険なんだ。そうだね。知ってたわ。子供たちその話を聞きたがるでしょうね。私のクラスで話してみませんか。お、いいね。喜んで。喜んで話すよ。素晴らしい。授業中いつでも立ち寄ってくださいね。授業を止めてあなたの方にクラスの注目を向けるわ。ショートストーリーズちょっとやってきますか。じゃあケイティ生徒たちに話をしてくれますか。いいぜ。避けた方がいい話題ってあります。避けた方がいい話題は何かある。暴力的な話はちょっと、はい、あと質問もたくさんされると思います。いいぞ。喜んで。すごい。子供たちも喜びます。みんな、はい、みんな聞いて。今日はゲストがいます。連邦の話をしてくれるそうです。デスクローと戦ったことは。オフティンちゃん、デスクロー戦ったぞ。おう、デスクロー知ってんの。なんでデスクローのことを知ってるんだ。いろいろ知ってるんだ。おばあちゃんが連邦の人に聞いたんだって。ああ、そっか。まあ、ピストルだけでってかっこいいな。そうだな、ピストルで対決したことあるぞ。ピストル1丁と銃弾3発だけでね。本当に。これはあれだな、あのおばあちゃんの話だね、これは。モールラットの話。モールラットと戦った話の方が良くないか。あんまり。パパがモールラットはただの害虫だって。来ない。プレストンがレイダーに囲まれてたんだ。プレストンがレイダーのグループに取り囲まれた。でも助けてあげられたの。もちろんだよ。プレストン怯えてきたって。パワーマーで戦ったんだって。修理すれば使えそうなパワーアーマーの場所をプレストンが教えてくれたんだ。パワーアーマーすごい。すげえだろう。割とまだ引っ張るんだね。これあのなんだっけ、あの中毒のあのサイトを見るおばあちゃんが言うんですよね。これデスクロー3発のピストルだけ入ったピストルで倒したんだぜっていうのを言ってましたね。デスクローに不意打ちされたんだ。デスクローが出てきたのは不意打ちだった。パワーアーマーがあったから良かったけどな。怖そう。3発だ。両目に一発ずつと額に一発だけでそのデスクローはやっつけた。かっこいい。撃つのが上手なんだね。すげえだろ。お話をどうもありがとうございました。みんなありがとうわ。ありがとう。お礼にプレゼントがあります。あ、マジで。どうぞ。ああ、そういうことか。グロックナックザバーバリアンをもらっちゃいましたね。漫画嬉しい。ありがとう。そうか。いい観光だったでしょ。監督官さんがおばあちゃんよりもよっぽど上手に人と接してるって言ってた。そうだな。どうなのかな。おばあちゃんはとてもいい人だけど、少なくても一緒にいるときは、いい人だと思うぜ。まあ、誰にもでもっていうわけにいかねえからな。よしよし、ごめんごめん、邪魔したね。また会おう。どこにネジを置いたっけ。かなり状態が悪そうだ。君の連れが揉め事を起こそうとしてる。どうやら品定めをされているようだな。まあまあそう言うなよ。こっちが出口だっけ。ここに、あ、いたね。連邦のお客様、はい、コムズ。ようこそ。エリンのお母さんですね。散らかってますが、ご勘弁を。最近片付ける時間がなくて。気がつかなかったよ。お気遣いありがとう。私にできることがあったら言ってね。ちょっとしたものをいろいろ揃えてるの。200年以上の品物を取り扱っていると、作業が狂ったように増えていくの。時には何とか生計を立てていくのがやっと。でもそんなこと聞かない方がいいわ。何か見たいものがあったら言ってね。ありがとう。サザエさんみたいですね。品物に興味があるかも。それはよかった。いろいろな雑貨を揃えてるわ。そう、これオーバーシアガーディアン、効果2ショット。
の、コンバットライフルですね。まあ、値段的にはね、まあ、今これ装備品つけてなくてこれなんで割と高めなんですけど、それでもこの値段ですからね、爆安ですよね。まあ、2000円ぐらいで手に入るツーショットの、しかもコンバットライフルっていうので、まあ、かなり強い部類に入ると思います。ましょう。あとはね、防具もこれ強いんですよね。それもあってね、たくさんお金持ってきたかったんですよ。ちょっとね、よく考えたら他の準備をしてなかったね。あの、ほんとこういう時はね、絶対カリスマを上げておいた方がいいです。あの、全然値段違うので、まあ、今回はね、もうあの強引にやっちゃいますけど、この辺りで売れるものって言ったらあんまりないね。戦前の金ない、では、とりあえずここは売ろう。割とね、元もそれなりにお金にはなりますね。まあ、あとはやっぱ水だよね。待ってね。では、一つはそれで、もう一個はね、防具。アレックス、アパレルで、これオーバーシアーマー、まあ、これはあれですね、あの立ってるだけでっていうやつなんで、まあまあこれはセンチネルか、まあこれも弱くはないですね。で、バッツマン、これが貴重だと思いますね。このアクションポイントの消費がの軽減ですね。これは結構バッツ強化の効果なんですけど、これは結構強いですね。あとはこのスプリンター、まさかの700円台っていうね、くっそ安いんですよ。ただまあもう今私は両足持ってるんでね、これはまあ無理して買う必要はないんですけど、とりあえず今回買えるもので、これちょっと高いんでね、またしましょう。これはちょっとお金をちゃんと持ってきます。あの、お金っていうか、水もですが、あの、あれですね、あの、装備品もね、きちんと魅力を上げて突っ込みたいと思いますね。で、今回のお支払い合計は2800円の、940円、954円か。合ってる？まあ、変な算数の仕方したような気がしますが、うん、OK。 私は私たちができることに重きを置いてる。でもあんたはそうじゃないみたいだ。まあそういうのよ、必要なもの。ちょっと持ってて、オーバーしやがいて、ちょっとだけオーバーか。まあ、この辺りはね、別にあの味方に装備させてもいいとは思うんですけどね。あの、なんて言うんですかね。足が速くて悪いことは多分ないと思うので、まあ、ついてこれないとかはないんですけどね。まあ、それよりはまあそうだな、味方だとあれか、力が上がったりとかの方がいいかな。まあ、また来て買いましょう。あの、オーバーシアだっけ。あの、防具はですね、罰強化は欲しいね。今多分筋力強化あたりをつけてるとは思うんですけど、まああの単純にバッツの軽減は大きいですからね。よし、では猫ちゃん探しに行ってきますか。そうだな、今回ともう一回ぐらいはここになるかな。アポルト81が終わってからやりたいかな。まあまあ正直このオバシアガーディアン取っちゃえば、まあ、ぶっちゃけそこまでのまあ、ないんだけど、まあでもやった方が楽しいね。はい、お医者さんですね。調子が悪くなったらアレクシスのところへ行くといいわ。直してくれるわよ。ありがとう。意外と本当みんな親切なよね。そうだね。だから探してくるよ俺が。さあ行きましょう。エリンの猫を探しに行きます。なんかずっとこうゴリゴリ言ってんの。何の音なんだろうこのイオンは。いやゲームだねやっぱり。止めると音が止まるってことは。私の装備品か何か、なんかうるさいよね。ガリガリ言ってますけど、
も激戦区を通ってです、ね、やっぱやってんね。OK。POS とやってんのか。ちょっと待てよ、 POS とやってんならちょっと誤爆に注意しないといけないから強打にするか。大丈夫か。やられてんね。やべ、オッケー。ここは本当定番中の定番ですね。だいたい移動したらあのほぼ間髪入れずに敵が湧くっていう感じがしますね、まあ、割とあのなんていうんですかね、戦闘を楽しみたいならここファストトラベルしてるとゾロゾロ湧くイメージはありますが。まあ例えばサバイバルモードとかでやっぱね、移動ができないと、ここ割とうろうろしてると、この向こうの拠点を使いながら、稼ぎとかできたりして、結構便利ではありますね。はい、足図発見。この辺りはね、ちょっと虫もよく湧くから注意したいですけど、大丈夫そうですね。以前に向こうの、お家の周りの虫退治したときに、もうほぼ言えなくなってるようなので、おい、足図。アッシーズ家に帰れ、エリンが寂しがってるぞ。だよ、帰りな、帰ろうアッシーズ、ここ行こう。よしよし、猫ちゃんはちゃんと猫ちゃんなんだよね。たまにやっぱりいますけどね、かわいい元気だね。さあ帰ろう帰ろう、よいしょよいしょ、早いね。よしよし、偉いぞ偉いぞアッシーズ、帰ろう帰ろう。ほいほい、ちゃんと帰らせられるのもすごいですよね。これ消えるわけじゃなくてちゃんと移動するんですよね。はい、アッシーズ入ったね。よし、私も入るよ。さすがにここからは追っかけてないか。よいしょ、じゃあエリンのところに行きますか。あそこにいるあんた、データでこれが残ってるからか。ウォルト81での仕事は終わることだ。おーい、よし、では降りて、鍵開けがないとなかなかケイト、確かね、一緒にいるだけでも少しずつなんですが、好感度って上がっていくんですよね。まあ、あとは選択肢とかで悪いことしなければ、あと、誤射すると一応弾当てると少し下がるんじゃなかったかな。あんまり打たない方がいいと思います。知ったか。こっちだね。まあ、何か仕事があるってことか、ペンスキーさんと。授業中か。おい、エリン。よ。アッシーズ、見つけてくれたの。あ、ここ来てんね。すごく心配してたの。よかったね。どういたしまして。無事でよかった。アッシーズ。フュージョンコアもらっちゃった。いいもの持ってんね。本当にここに着いたばかりなのね。ママに連邦の外で。いつか連邦を見てみるつもりだよ。嫌かだね。母ちゃんはそうさせてくれるならね。分かってる。お風呂は嫌だね。でも戻ってきてくれてよかった。猫ちゃんお風呂嫌いな子多いですからね。よしよし、よかったよかった。はい、ヒアキティキティ終了です。じゃあちょっとついでに、どうだっけ。必要なものが何もなければいいけど。なんだ。ドクター・フォーサイスか、会いたいって言ってましたね。こんにちは。少ないといいんだが。頼みたいことがある。何ですか？医療用サンプルをいくつか寄付してくれないか？
血液サンプルだけでもいいんだが。血が欲しいってことか。いいよ。もちろん血液サンプルを取ってもいい。素晴らしい。ちょっと座って採血する。ここか。じゃ座ります。はい、どうぞ。数秒で。ちなみに血って採血嫌いですわ私。まあ好きな人いないでしょうけどね。まだちょっと数ヶ月に一度は病院行かなきゃいけないんで、毎回採血されるんですけど、ほとんど痛くないだろ。大嫌いですね。ありがとう。かなり助かる。はい、今すぐこれを準備する必要がある。いいのかい。すみません、ドクターフォーサイス。外の医師には顔の形成を専門とするのがいると聞いたが、そんな状況で手術をしようなんて想像できないな。みんなイケメンにはなりたいよ。あなたは連邦からのお客さんだね。私はレイチェル、ドクターフォーサイスのアシスタントだよ。病気？それとも怪我？ おばさんみたいね。患者は多い。ボルトにはたくさんの患者がいるのか。いや、このボルトの人たちは驚くほど健康なんだ、うん、もしそれで全部ならやることがあるんだ。そっかい。まあなんかこれだけだったのか。ドクターフォーサイス、十分な量のガーゼがあるといいんだが。まあ、しょうがないね。なんかとりあえず注射だけさせてやったみたいな感じ。させてやったって言って怒られるのかな。医者が必要ならフォーサイスとレイチェルがメディカルセンターにいるよ。はい、ありがとう。ちょっとね、2ブロックに分かれてるんでややこしいんですけど、ちょっと戻ろうかな。こっちじゃねえな。ここだっけ、渡り廊下。これこれ。今あのレンズを持っていたのに。ここにいる間ホレーシオに会いに行くといいわ。連邦にはあまり理髪師がいるなんて思えないからね。はあ、散髪屋さんはね、髪型変えてくれますね。はい、ペンスキーさん。ドクターペンスキー。変色がほとんどない。しっかりとした細胞の植物構造をしている。うん、すぐに肥料がもっと必要になる。外気などにさらしてどのように持ちこたえるかを見てみないと。え、なんか用事があったんじゃないですか。すみません、ドクターペンスキー。あなたなら完璧よ。新しく作ったフルーツを試してくれる人が必要なのよね。そうなの。いいよ、味見するぜ。いいよ、フルーツは好物なんだ。やったわ。どんな味か、またはどう思ったか教えて。うん、おい、ガイガーカウンターをどこにやったのかしら。新鮮なマットフルーツ。いいね。マットフルーツはなんかたまにマクレディがなんか卑猥な話をするんですけどね。なんか使ってどうとかっていう話をするんですが、まあ置いておきましょう。調べると出てくるかもしれません。まあよかったらどうぞ。普通に美味しいね。放射能がないんですよね、こういうボルトの中の。ちょっといいですか、ドクターペンスキー。そのフルーツを食べてみた。どうだった。ね、うまかったよ。何も悪い作用は出てない。やっぱりいい進展だわ。次のバッチにすぐ取り掛からなくちゃ。とても役立ったから、他の能力面でも手伝ってもらえるかな。研究をするにはこれらの植物が必要なの。わかるでしょ。これらには何か特別な栄養が必要なのよ。特に人参とか。連邦にいるとき肥料を見つけて持ってきてくれたら、それに対しお礼を払うわ。いいよ。いいよ、そんなことでよければ。ほんと、それはよかった。監督官に新たに依頼を出さなければならないことを恐れていたのよ。時間があるときに見つけたものを何でも持ってきてよ。はーい。すみません、ドクターペンスキー。これらの苗はもう少しで移植できる。あ、肥料の袋を持って見つけたら持ってくればいいのかな。それではパン屋さんはあれだけど、電線管の取り替えが必要じゃなかったら驚きものだね。監督官の部屋がこっち。ここだったかな。私もね、結構うろ覚えなんですよね、ここは。これ監督官いねえじゃん。届くのは無理か。寝てもいないか。いやー、エッチーっていう感じではなかった。ないね。監督官仕事中だね、これ。必要なら理髪師はここだ。あんたに必要とは言ってないから。散髪か。髪の話をしてる。ほやほやで新品のボルトテックの部品のためなら何でもやっていけるよ。カルビもいいやつそうだよね。あとはね、結構面白いのはね、このコムズ夫婦の話もちょっと面白いですし。ね、ア
ッシズが帰ってきてよかった。エリンが大好きな猫なんだ。81に面倒なことは言わない。違うか。ねどうだっけ、リアクター、ここか、リアクタールーム。まあ、ここが、エネルギーですね。メンテナンスの依頼はデルーカさんにお問い合わせください。注文を受けた順番に処理されます。はい、デルーカさんはどこかな。旧監督官のターミナルってここにあったんだ。見てみてえな。ここはねちょっとね話が面白い場所なんで頑張って進めたいんだけど。あ、いたいた。ねえ、外の人、お願いがあるんだけど。役立たずのボビーにジェットをくれって頼まれても追い払ってくれない？まあいいよ。わかった。ジャンキーのくせに軽率なことばっかりやる。もし捕まったらこっちまで面倒に巻き込まれる。こんな缶詰みたいな場所からはさっさとおさらばしたいと思ってるから。面倒は困るの。そうなんだ。出ていくの？ボルトから出ていきたい。ものすごく。人生にはこんなボルトなんかより大事なものがあるはず。でも出るにしても自分の意思でそうする。ボビーの失敗とは関係ない。本当のことを言うと少し責任を感じてたの。ボビーに薬を渡してるのは私だし、縛ってるのも私だから。でももうそれはやめる。あの役立たずはもう手放す。お兄ちゃんかな。それはいい、それはいい。ボビーを救うにはそれが第一歩だと思うよ。もっと早くそうするべきだったんだけど、いろいろ事情があったもんだから。そっか。おい、外部の人間か。迷ったのか。トレードはこんなところではやってないぞ。髪型が似ている。ぶらついてるだけだよ。ただ見て回ってるだけだ。ここでは見るもんと言ったらボロボロのジェネレーターぐらいしかないが。ああ、それと始まった。もしジェットを持ってたら譲ってくれないかな。75キャップでどうだ。ディーラーじゃない。ディーラーじゃない。ドラッグは売らない。おっと、なら聞かなかったことにしてくれ。さっきの会話は表沙汰にしないでいてくれるとありがたい。ティナには言わないでくれ。またごちゃごちゃ言われるからな。それその人に言われたんだ。これを直せ、あれを直せ。終わりがないよ。オールドラスティがいてくれてよかった。出ないと何にも仕事が片付かない。ああ、ミスターハンディですね。頑張ってる。一人で仕事してるわ。よし、では飛んでたね。一旦ここまでかな。じゃあもうあのクエストに行っちゃうのかな、このまま。まあいっか。ちょっと待って、今何分？あ、1時間越してましたね。ごめんなさい、なんかすっごい中途半端でしたけど、今日はここまでにしましょうか。一応ですね、次回もう一回ここを訪ねてきて、まあそれまでね、ちょっとあの例のオバシアセットは買っておこうかなとは思うんですけど、あのアーマーですね。で、次回ちょっとここ覗いて、クエストに進展がなければメインクエストやりましょう。進展ありそうならこっちを先に終わらせてっていう感じにしたいと思いますね。よし、じゃあ、今日はここにしましょうね。あのあんまり外出ても、あ、監督官戻ってきてんじゃねえ。あれちょっと監督官だけ見に行ってみますか。なんか言ってくれるんじゃないかな。そうだね、まあいろいろボロボロになってるみたいですね。200年ですからね。あ、いたいた。居住者にはよそ者に対してよく思わない人も同じくらいいるわ、うん、だから彼らの言葉を全員の言葉だと思わないでね。まあでも気持ちはわかるぜ。こんにちは、監督官。メディカルセンターに行ってドクター・フォーサイスに会った？血取られたよ。あなたのことを楽しみにしていたわ。ここにいる間は私たちが提供できるサービスを気軽に利用してちょうだい。まあ正直言うとここまでのね見てる方からしたら、まあいくら200年後とはいえこの監督官って変ですよね。そう思うとね。まあそうなんですけど、まあこのね200年持った
ボルトっていうのが、まあ、逆にこれが秘密なのかなとは思うんですけど、まあまあまたねこのボルトの内情っていうのも見ていけるので、それを追っかけるクエストを待ちたいと思いますね。はい、そうね。では今日はここまでしましょう。皆さんどうもお疲れ様でした。またよかったらですねお会いしましょう。今回は特にその派手なことは何もしてないんですけど、まあちょっといろいろストーリーとかですね新しい場所見て回ったっていう感じですが、まあすいませんね、まあ、あんまり戦闘自体はねそんなに私は好きなんですけど、まあ、見てて面白いかと言われれば結構微妙なところもあると思うんで、まあこらえていただければと思います。では、今日はここあたりで失礼しましょう。皆さんどうもお疲れ様でした。またお会いしましょうね。さよなら。バイバイ。